It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new Radio Social Community with Mansu Tsukamoto Niki. Ashita no kareji. 本日になりりまましした TBS ラジジオからお送りしますす明日のカレッジキリマンス塚本にきです、えー、今日はですねまあ、ちょっとあの用事がありまして早めに赤坂に、えー、参りましてでまあ用事を終えてちょっと時間が空いたんでまあ、ちょっとあの六本木までブラッと散歩に行こうかなーなんてねちょっとあの普段なかなか言わないセリフですけどちょっとそこまで六本木までって感じねでも本当ここからあの TBS のスタジオから六本木の ど真ん中は、まあ、ミッドタウンまでほんとすぐなんですよね知らなかったんですよ今更なんですけれどもう10分ちょっとでもうプラプラってお散歩したらあれここはどこ六本木っていう、はい、まあね昼間の六本木とね夜の六本木で全然イメージ違うんですよまあねあのよくその六本木っていうとなんか夜のイメージが強い方多いと思うんですけれど私個人的には、まあ、夜のねあのウェーイな感じの六本木よりも昼の ななんだろうな別にこう、まあ、洗練されてる部分もあるし全然そうじゃない部分もあるんですけれどなんかいろんな人がね行き交っててでうん、まあ、都会のいいとこどりみたいな感じがあるねあの街角もあってなんかそういうところ、ね、こうぶらぶらと、はいえー、歩いておりましたで、まあ、今日はちょっとね、まあ、曇り空で、まあ、雨は降ってなかったと思うんですけれど、まあ、スタッフによると降ってましたよって。 あそうなの多分私の中ではねそれ雨のうちに入らなかったんだわってまあ何て言いますかそのニュージーランド育ちの自分にとってはその雨ってこうなんだろうな降ってる雨となんか空気中にこう漂ってる感じの雨の、まあ、2つが2種類があるんですよつまり傘がいる雨といらない雨っていうのが自分の中にありましてでここ最近ね傘一応持っていくんですけど だからちょっとまあポツンポツンってこう感じる水滴だけどもうこれは傘いらないなって思うんですよねめんどくさかりだからでも自分の手にはまあビニール傘がありましてで周りの通行人の皆さんほとんどが傘をさして歩いてるでそこでねまあここ自分のちょっとまあ嫌なころなんですけど人の目を気にしちゃうんですよえあの人傘持ってるのになんで刺さないのかしらって思われてるんじゃないかしらって、まあ、その自意識過剰だよっていう、ねまあ、そういうことなんですけれど あの傘を持ってきたからにはさした方がいいのかなでも、めんどくさいこんなの傘のうちに入らないしっていう、まあ、そんなどう雨のうちに入らないしっていうね、まあ、そのどうでもいいことをねモヤモヤしながら六本木ぶらぶらしてたらあっという間に赤坂に戻る時間になってまして、はい、そうやってねこう自由時間、まあ、余暇をもっと効率的に、えー、過ごせる方法何か、えー、アドバイスだったら教えてください。はい、ちょっとね <laughs> 今日はなんか無駄な時間が多かったなっていう感じです <laughs> それでは参りましょう6月23日木曜日の明日のカレッジ今夜のクラスは生きづらさを抱えた十代と出会い社会とつなげる活動、えー、来年4月子ども家庭庁がいよいよ新設,新設されます まあこども、ね、家庭庁ネーミングに関してはいろいろ賛否両論ありますけれど、えー、子育て支援や子どもの貧困対策児童虐待防止少子化対策といった、まあ、かなり幅広い分野を受け持ちするみたいですがその政策を実行するための財源についてまだ明らかにされていないところが多くあります。まあ、課題がが山積みの状況ですが今すですす今に 現在困っている若者たちは今、日本に多くいらっしゃるわけなんですよね。えー、今夜10時台は認定 NPO 法人 DP 理事長の今井範明さんとリモートでつなぎセーフティーネットから抜け落ちやすい10代から20代の若者、えー、不登校や中退経済的困難などさまざまな境遇の生きづらさを抱えた若者。 えー、人とのつながりを通して社会とつなげる活動から現在どんな当事者の声があるのか、えー、お話を伺っていきたいと思います、えー、そして11時台はニュースコーリング、えー、私が紹介するニュースは、えー、今月から東南アジアの国タイが 大麻の家庭栽培及び医療使用を合法化したことがね話題になりましたけれどまああれから数週間経った今どんな状況なのかちょっと調べてまいりました、えー、さらに本日は沖縄慰霊の日この日に合わせて平和への思いを込めた新曲「うむい」をリリースした、えー、さらに 異例の日特別ライブイベントを開催しました沖縄市出身のラッパールードアルファさんにその思いについてインタビューしましたのでその模様をお届けします今夜もラジオを聞いてるあなたからのメッセージお待ちしております今日のテーマに関する疑問や感想体験談など何でも構いません えー、今ね聞いてらっしゃる10代20代の方特に、えー、歓迎しますし、えー、10代20代の頃は自分はこんな生きづらさを感じていたなんて思い出話も大歓迎ですもう年齢関係なく皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしておりますメールはローマ字で明日のアットマーク TBS.CO.JPTwitter はカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」 パクシミリは YouTube のチャット欄でもコメントお待ちしております。えー、そして今夜も11時台後半リスナーコーリングをやります。 え先週はですね親の介護に関する本を出版されたリスナーさんにお話を伺いましたが今夜はどんなリスナーさんとお話できるんでしょうか是非ね、えー、メールでつながる携帯番号またお電話番号を添えて送ってください電話に出てくれた方には明日のカレッジのステッカープレゼントしますそれでは今夜はこの曲からスタートです。モンンゴル800とワニマが初タッグで組んだナンバー 沖縄で撮影されたミュージックビデオではワニマの地元熊本の牛深ハイヤ祭りとモンゴル800の地元沖縄のエイサーとともにパフォーマンスしています。モンゴル800とワニマアイヤイヤ youtube の皆さんよろししくお願い,いたします今日はですね、えー、NPO 法人 DP の今井紀明さんがリモートで登場しますがはい、えー、以前からね、えー、今井さんの活動は私フォローしておりましたけれども、まあ、今本当にね、まあ、このコロナ禍というところもあり若者が本当に困りまくってるけれどどういったサポートが必要なのか足りていないのか。 なぜその、えー、問題が起きてるのかということもねいろいろ考えながら今井さんのお話聞きたいと思います皆さんもチャット欄もしくはツイッターメール、えー、ファックスなどでぜひご意見送ってください今日も最後までよろしくお願いします 明日のカレッジ時刻は10時10分になるところですここで TBS ニュース田村さんお願いしますはいお伝えします今日6月23日は77年前の沖縄戦で組織的な戦闘が終結したとされる慰霊の日です沖縄では岸田総理も出席して追悼式典が行われました 沖縄戦で亡くなった24万人余りの名前が刻まれた糸満市の平和の石地には、今日は早朝から多くの遺族らが訪れました。正午前からは追悼式が行われ、沖縄県の玉城知事は、本土復帰50年を迎えた今なお過重な基地負担を強いられているとして、現状の解決などを求める平和宣言を行いました。 岸田総理は大きな負担を担っていることを重く受け止め基地負担の軽減に全力で取り組むと強調しました新型コロナの感染拡大が続く中総理大臣の出席は3年ぶりです戦後77年目の慰霊の日沖縄は今日う1日鎮魂の祈りに包まれました 新型コロナ対策で国が支給する持続化給付金などを不正に申請して騙し取ったとして弁護士の男ら2人が逮捕されました逮捕されたのは東広島市の弁護士鹿島康介容疑者47歳と広島市の会社役員熊本俊治容疑者56歳です警察によりますと2人は共謀して一昨年 要件を満たすかのように装い不正に申請をして持続化給付金200万円と家賃支援給付金およそ391万円を騙し取った疑いが持たれています警察は捜査に支障があるとして二人の認否を明らかにしていません弁護士が持続化給付金などをめぐる詐欺容疑で摘発されるのは全国で初めてだということです 長いほど禁止の度合いが強いとされる眼球の奥行きの長さについて文部科学省が行った新たな実態調査で中学3年生では大人の平均よりも長くなっていることが分かりました文部科学省が行っている新たな実態調査は全国29校の小中学生およそ8600人を対象に 3年間にわたって眼球のの状態や視力などを調べるものです長いほど近視の度合いが強いとされる眼球の奥行きの長さについて初めて小中学生を対象に調査を行ったところ学年が上がるにつれて長くなり中学3年生では平均24.4ミリで40歳以上の男性の平均23.8ミリを上回る結果となりました。 文部科学省では今回の基礎データと生活習慣に関するアンケートの結果を分析し禁止の実態を調べることにしています以上ニュースをお伝えしました田村さんありがとうございましたお知らせの後は認定 NPO 法人 DP 理事長の今井範明さんが登場です

It's time to learn more For the beautiful next 100 years 次の100年のため明日のカレッジ明日のカレッジキニマンス塚本仁希です今夜は生きづらさを抱えた10代と出会い社会とつなげる活動ご紹介しましょう認定 NPO 法人 DP 理事長の今井紀明さんです 本日はリモートでのご出演どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介しましょう。えー、今井紀明さんは高校生の時、イラクの子どもたちのために医療支援 NG を設立されました。その活動のために当時紛争地域だったイラクへ渡航し、現地の武装勢力に人質として拘束され。 帰国後は自己責任という言葉のもと日本社会から大きなバッシングを受け対人恐怖症になってしまいましたその後友人らに支えられ復帰中退不登校を経験した10代の人たちと出会い親や先生から否定された経験を持つ 彼らと自身のバッシングされた経験が重なり2012年に NPO 法人 DP を設立されました現在は経済困窮家庭事情などセーフティーネットから抜け落ちやすい10代が頼れる先を作るべく登録者8000名を超える LINE 相談行き先チャットで全国からの相談に応じていらっしゃいます はい、えー、今井さんの DP を通しての活動、ね、あの以前からあの私も追っているんですけれど、まあ、あの今年で設立10周年ということでして、まあ、本来だったら「おめでとうございます」って言いたいんですけれどやっぱりその DP の活動の趣旨を考えるとちょっとおめでたいことではないのかなって思うんですが今井さんの気持ちはいかがでしょう いや本当におっしゃる通りですね、今、11期目の NPO なんですけれども、まあ、特にやっぱりこのコロナ禍の,この2年間っていうのが、まあ、非常にやっぱり10代若年層に対して大きな影響を与えていた、特にこの親御さんがに頼、なかなか頼ることができない10代。 がやっぱす,すごいやっぱ厳しい状況に、はい、あのうちの,その現金給付支援、食料支援等もやっているんですけれども、うん、ま問い合わせの時点で、借金のとか滞納率が6割なんですよね、<ー>でなかなかしかも政府の支援に頼れない、その情報を知らない人たちも6割ということで。 もうなすごい相談の数だったんですよね。なので、今日はそこの部分を今日お話しすることもできればと思ってさせていいたただきままししし、うんはい、よろしくお願いしますあの先ほどご紹介しましたこ LINE 相談行き先チャットすで、まあ、に8000名を超える登録者数があるそうですけれどこれはどういったチャットなんでしょうか。 そうですねこちらは行き先チャットは2018年にできていて,てもともとは10代の子たちの不登校とか中退の進学就職相談だったんですけれどもあの1回目の2020年4月の緊急事態宣言の時から、はい、やっぱりあのあのの、まあ、所持金が5000円で。 もうあの親にも頼れずみたいな17歳の一人暮らしの子から相談が来始めてきてて、うん、もうそこから私たちとも,もう食料支援、現金給付支援っていうのをオンライン相談から始めてきました。はい、なので、今は、あのなんてんですかね、まあ、そういった進学就職相談も乗るんですけれども、まあ、食料支援、今6万食、今現金給付支援は3500万円以上ですね支給しつつ、まあ、公的支援までつなぐとか、就職とかまでサポートするとか。はい まあ進学までサポートするということを継続して行う LINE 相談になっています、はい、その10代のうちから借金を抱えているもしくはもう所持金5000円しかなくて一人暮らしで親にも頼れないって本当になんかあのちょっとねそういう経験をしたことのない立場の人間からすると本当にそんな人たちがいるのってそんなにたくさんいるのってちょっと驚いてしまうところも正直あるんですけれどこの。 親にも頼れない、一人でどうにかしなきゃいけないで経済困窮、貧困に陥っていく人たちの,その背景にはどういった問題があると思いますすかそうですねあのもともとやっぱその親御さんに頼れない10代というのはそもそも。 コロナ前からいいたと思います、まあ、あのその部分でいうと、例えば虐待を受けたとか、うん、そもそも親御さんから生まれた時からベーシックインカムがないというか、ご飯を作ってもらえないとか、携帯代を払ってもらえない、逆に働かされている、親にお金を支払わなければいけないみたいな、うん、その10代、高校生とか、まあ、いたと思うんですけれども、うん、コロナ禍ではそれがもっと本当に顕著に現れていて,て。 あの例えば大学生で奨学金を借りてその卒業してた子みたいな子たち月10万ぐらい稼いでた子たちはコロナ禍だと成り立たなくなっていて,て、はい、でもう本当に消費者金融に行かなきゃいけないとか。 もう借りなければいけないみたいな形の子たちっていうのは非常に多かったと思いますまあの特にやっぱ女性うちはうちはの7割ぐらいが女性からの相談なんですけれども15歳から25歳の支援をしていてて、はいでまあ、本当に9割以上の子たちがですねまあ、親に頼れないという状況の子たちだったので本当にこの 金銭的な問題だけじゃなくて、まあ、やっぱ2年間という長期化で、うん、まあ結構やっぱ精神的にもあの精神疾患の当事者になってしまったりとか、うん、あとは働けないってことがやっぱ長期間続いてしまったことで、複数の問題を抱えて、あのなかなかしんどくなってしまったというのがあの現状としてあったのかなというふうに思っています。そ、うんまあ、そんな、ね、若いううちからここまでこう あの切羽詰まったような状況になってしまうっていうのは本当にもう不安で不安でしょうがないんじゃないかと思うんですけれど先ほどあの今井さんおっしゃってましたその情報がないそのなんか支援公的支援の窓口などの情報がないというふうにおっしゃってたと思うんですけれどこういったあの困窮している10代20代の若者が日本にもまあたくさんいるもし何ならもう増えているっていうことに関してなんかその支援の あり方もっと情報が必要なんじゃないかと思うんですけれどなぜそこは取りこぼされているんでしょうか、ね、いやこれがあのなかなか難しい問題なんですけれどもそもそも、まあ、行く先チャットってですねあの2020年の4月に700人ぐらいだった登録者が今8400名ぐらいになっていて,て、はい 2>, まあ、2年ほどぐらいで12倍ぐらいになっているんですけれども。 あのまあ、オンライン、その若年層、今15歳から25歳の支援してるんですけれども、オンライン相談って政府がやってるもって、いじめの相談とか自殺相談ぐらいなんですよね、うん、なので困窮相談っていうのがそもそもないっていうのがあって、はい、まあやっぱりアクセスがなかなかしにくかったりとか、あとやっぱりあの若年層って、電話支援とかリアル相談窓口しか行かないので、うん、やっぱりなかなか見えづらい問題ですし。 あのまあ、政府もやっぱそこに向けてのやっぱ支援というのが手薄だったので、まあ、DP の方にすごいその、まあ、相談が殺到してきたというのがあったかなといいううふうに思います、うん、あとその先ほど今おっしゃったそのなんかいじめや、まああのちょっとね、自殺願望がある方のためのそ,のそういった相談窓口ってあのその話を聞いてくれる人がいるっていうところではすごく、ね、あの支えになると思うんですけれどその話を聞いてくれるだけじゃなくてその明日の 家賃どうやって払うんだとか、来週の食費が、まうんうん、ないとか、あと、まあ、その学費が払えないとか、電気代が払えないとか、そういったその具体的な支援につながる公的窓口っていうのは、いかかがででししょょううあるんでしょうかやっぱりそこに言うと、そのリアルなその、例えば区役所とか市役所とかに行かなければ、申請しないとできないんですよね、うん、あと窓口にやっぱ行かないとやっぱ相談できない、もしくは一人でだとしても断れるみたいな。 やっぱその経験とかもあるので、結構それであのアクセスしやすいその DP のこの行き先チャットに結構切ってですね、はい、まあ相談というのがまあ多かったのかなというふうに、えー、思います。でやはりですね、その若者にとってというかその若戦争10代20代にとっては。 オンラインでのやっぱチャット相談っていうのがまあベースというかまあカルチャーになってきてて電話相談とかリアルマッチしか行かないんですよね。はい、なのでやっぱそういうアクセサビリティの結の問題というのは結構あったのかなというふうに思います、うん、この行き先チャットで相談を受けてあの d p の方ではどのような支援につなげることができるんでしょうか。 ま,あまずです、ね、私たちとしてはそのオンラインでチャットでその匿名で相談乗れるんですよね。うん、で現金給付と食料支援の相談に乗った場合はです、ねえー、と3つ支援の方針があって1つは短期支援パックという3ヶ月間月1万ですねっていうのとあと食料支援30食、えー、月2回60食です、ね、を3ヶ月間。 っていうのを最低限、まず得られるようにしていて,てです、ねえーと、あと緊急支援、ですねもう親元から離れなきゃいけないとか、うん、DV とかっていうところはもう8万円支給して相談もする、であと長期支援、ですね学生とか、あとヤングケアラーの子みたいな子はもう1年間、卒業まで支援するというパックも持っていて,て、て3つ、ですねこれ相談もしながら、まあ、だから現金給付と食料支援だけじゃなくて、相談もしながら公的支援につなげるとか、うん、また、あ、債務整理が必要な子は債務整理をするとか。はい あ,のあと、進学、就職までサポートするってことをしてですね成果を出してきた NPO になってきているかなというふうに思います、はいまあ、その背景にはあの、まあ、今井さんもねあのツイッターでよくつぶえていらっしゃいますけれどその一般の人たちからの月額寄付という形の支援も受けているんですよね、ここに関しても、ね、いろんな人の、ね、こう支えがあってからこそだと思うんですけれど。 NPO 法人としてこの10年間、まあ、11年目ということですけれど、このこ,こまで続けてこれたことの,その背景といいますか、どうやってここまで頑張ってこれたんでしょうかそうかそですねあの、まあ、冒頭におっしゃった通り、また私自身がやっぱイラク人質事件の当事者になっていてて。はいうん まあ今引きこもりとか PTSD、パニック障害とかですうつ病とか、まあ、4、5年間ぐらい経験してきたんですね。うん、で、僕の場合は運がよく、周りの方からそのサポートを受けて、その公的支援とか受けるわけじゃなくて、家族とか、いろんな友人とかの支えがあって、あの社会復帰して、商社で働いて起業してるみたいな流れになってて、ですね、うん、で今、1.8億ぐらいの予算があるんですけれども、そのうちの8割が寄付で、個人寄付で運営されてる NPO に。 なっていてていだからこそこういったある種あのまあ、民間の制度というか国ができてない支援というのを寄付だからこそできる事業を行ってるんですけれども、はい、やはりその昔やっぱ自分がそのある種、まあ、いろんな方々に運よく助けられたでもこれを運が良いだけでは終わらせてはいけない。 だからこそ仕組みとか制度を作っていこうというところで、まあ、今はあの孤独・孤立対策とかの,あの制限とかデジタル庁への提言とかも行ってるんですけれどもあのやっぱり私,私としてはあの16年前にですねやっぱり9・11のテロがあって。うん でまあ、そこからやっぱ子どもの不条理の状況を変えたいという思いで20年間思い続けてですねで今、起業して10年なんですけれども、はい、やっぱ若者が希望を持てる社会を作っていきたいという思いでこの10年です、ね、仕事をしてきたのかなというふうに、まあ、事件のあ、ね、とですね若者が希望を持てる社会っていうのは本当に。あの もっと、ね、もう言語化していかなきゃいけない大きな課題だと思うんですよね。もちろんもうたくさんいろんな問題を日本を抱えていると思うんですけれどその今その若者っていう人たちもマイノリティになりつつあるじゃないですか。もうどんどんその高齢化が進んでいてあのもう10代20代なんか30代までの人口の比率を見てみたらえこんだけしかいないのっていうもう人口ピラミッドがピラミッドじゃなくなってるって言いますけれど。その 若,く若,若いだけでマイノリティ、まあ、そのなんか少数者、あるいはまあ弱者になってしまうこの国で、希望というのは、まあ、具体的に何を意味するのかなっていうのも、ちょっとね、なかなかイメージがわかないんですけれど、今井さんはどういう希望が今、必要だと思いますかいやでも、本当におっしゃる通りで、イメージしにくいと思うんですけど、でもやっぱベースになることとしては、やっぱ人とのつながりとか、まあ、あとは、 あのそうですね、その仕事の面とか、と安心してる住まいとかだと思うんですけれども、うんうん、やっぱり一定程度やっぱ稼げる状態とか、まあ、あとその豊かさも必要だと思いますし、あと安心して住めるとか、あとやっぱり頼れる存在をこの作るとか、これがやっぱり一つベースになってくるあの希望なのかなっていうふうに私は思っていて、ですねうん、うん、それをやっぱり NPO として作るために、まあ、仕事をしてきてるのかなというふうに思っています。 なので、まあ、オンライン相談とか、あと今、学校現場でも仕事してるんですけれども、まあ、このやっぱりベースになる、このある種、希望の要素みたいなのやっぱ作っていかなければいけないというふうに思うんですよね。はい、で、まあ、現金給付の施策とかっていうのは、ね、それは国がやるべきことだろうというふうに思われる方、多分多数いらっしゃると思うんですよね。うん、なんですが、実際現状をどれだけ訴えたとしても、なかなかその政府とか企業が動くわけではないので、これやっぱり民間からも動くしかないとで、オンライン相談から食料支援、現金給付しやってるところって確かにないんですよね。 なんですが、やっぱり若年層支援で、やっぱここの部分って、やっぱ作っていかなきゃいけないというふうに思っていたので、はい、まなので私たちとしては今、あの多くの個人の方とか、企業の方の力を借りて、そのある種、あのそ,れをそういうまあ支援の仕組みを作って訴えてきてるという、うん、ことかなというふうに思っています道なき道を作ってこられているんですね。 うん、DP の,<う>あのスタッフや職員の皆さんは、まあ、いろんな背景を持つ、ね、あの10代20代の人たちとあの日頃接していると思うんですけれどその、まあ、よく、ねこうまあ、若者は若者って言いますけれどその若者たちは何をどう感じているのか、ね、この自分たちがなぜこういう境遇になっているのかをあの彼らはどういうふうに考えているんでしょうか。 まあでもこの過去2年間を振り返るとやはりコロナの影響というのは大きか若年層の子たちで特に女性の方からのやっぱり女性の,そあの影響って大きかったと思うんですけれども、まあ、私たちが支援しているのは15歳から25歳の子たちなので、はい、あの特に、まあ、あのサービス業だったりとか接客業だったりとか。 あの女性のやっぱ就労、特に非正規雇用が多かった職業の子たちというのが打撃を受けているので、うん、まあ7割の方が女性だったんですけれどもあの、まあ、そういった本当に困窮状態に陥ってしまったガス、電気が止められていると何度聞いたことかとかあと、冬服を買えなくて、まあ、しんどくなっているみたいな状況。 まあこれ言うのって、一般の街にいたら分かんないと思うんですけれども、でもやっぱオンライン相談、まあ、逆に言うと結構、こぎれな格好をしている子たちとかもいたりとか、外に出なかったりかしているので、見えないんですよね、はい、街だと。はい、なので、だからこそオンライン上でセーフティネットとか、オンライン上でその相談する仕組みっていうのが重要になってくるんですけれども、うん、あの本当にこの2年間、厳しい状況だったのかなというふうに思っていますし、こ、うん、今年は特に食料価格とか、はい、電気代の,じょあの上昇とかですね。 そういったことも含めてあの2年間の打撃とともにまた今年課題があるというのが厳しい状況だなと思って今は見ていますすねねそうですよ、ねまあ、なんかコロナ禍の方ところだけだと、まあね、あの2年前、まあ、この2年間比べるとあ落ち着いてきたかな、もう、ね、あのマスクもちょっと取り始めてもいいのかなっていう空気になってますけれどでもまあ、ね、ウクライナの戦争のことなどもあって、まあ、食料価格高騰。 えー、まあ原油電気代どうなるんだっていうところね、まあ、いろんな人が今ちょっとこう,う漠然とした不安を抱えてると思うんですけれど元から不安を抱えてた人たちにとってはさらにちょっとねこうどうなってしまうんだろうって気持ちが高まってるんじゃないかと想像するんですけれど。あの あの少しちょっと話をちょっと変えさせていただきましてあの今井さんが、えー、2004年でしたよねあのイラクで人質になられた時私個人的にはあのニュージーランドにいたんですけれど当時もあのー。 多分 NHK ワールドとかで報自分ともうそんなにほとんど年齢変わらない人がそんなことになっててでえどうなっちゃうんだろうって思ったんですけれど、まあ後からあの無事に帰国,帰国できたっていうニュースを見てあ,あよかったって思ったんですけれどそこからその,あの何で行ったんだ自己責任だっていうそのバッシングがすごく多いというのもリアルタイムであの報道を見てて。 えなんでってちょっとなんかびっくりしたというかえなんでそこであのお「お帰り無事に帰ってこれでよかったね」ってな,ならないんだろうってちょっと私は不思議に思ってたんですよね。そのあの今井さんが、まあ、そこからあの、まあ、引きこもりになってしまった退陣恐怖症になってしまったというお話もねもうこれまでたくさんされてると思いますけれどこのそういった経験をされた今井さんから見てこの,この国というその この国の生きづらさっていうものはどういったところから起因してると思いますか。うんうん、難しいですでもあのまあ僕自身あの事件のあったとの体験を少しだけ話すと。 あのまあ、誤報が多い事件だったので、はい、まあ自作自演説とかっていうのも出たりとか<ー>もうなんかあれは自分たちが作った事件なんだみたいなことを<ー>まことしらす間にです、ね、テレビとか新聞でも書かれたりとかみたいなこともありましたしまあ,あと、まあ、僕はなんかその顔が、あのー、すごいやっぱ知られてですね路上で殴られたりとか。 まあ、罵声を浴びるみたいなやっぱ経験っていうのをやっぱしまして<ー>やっぱりその45年間ぐらいあの、まあ、トラウマ、まあ、PTSD とかパニック障害とかうつ病とかさまざまな自身も仕掛けたりとかもすごいしましたけれどもなんていうんですかねやっぱ若者まあなんかその異質な存在というか年下の世代とかも含めてそのなかなかその支えようとしないというか。 まあ子ども若者文脈で見たらその子ども若者圧倒的にやっぱ支援する思想っていうのがないかなっていうのはすごい思うところはやっぱありましたねなのでまあ DP としてはですねまあそこの部分っていうのはやっぱ変えていこうというのをまあ僕はやっぱり思想として持ってはいますねまあそういった体験にやっぱも続いてはいますね,、うん、ねなんで守るべき対象としてちゃんと見られないん どううででですかねそこは私ちょょっとししても不思議でしょうがないんですよまあある程度大人になったらねもう,あのもういろんな社会経験をしてきたような年齢だったらもうそこはもうなんだろうなあの自分で判断して責任ね取りなさいってある程度言えると思うんですけれどそのまだまだこれからいろんなことを経験して学んで、まあ、失敗もしていかなきゃいけないような世代に自分でなんとかしろっていうのはちょっとそれ大丈夫かなって。 って思ってしまうんですよね。優しさが圧倒的に足りないというか。そうですね。なんかその。子供たちとか、その若者を、そのやっぱ育てていくというか。まあ、あとその彼らをやっぱり、その。まあ、ちゃんとやっぱ応援していくっていうさ、やっぱ思想っていうのが、またまあ、ここで子育て支援とか。 あのまあ、いろんなその国のやっぱ施策にもそう含まれていると思うんですけれども、やっぱなかなかやっぱそこに反映されてこない、まあ、そのリソース、お金とか、あと権限とかも含めてだと思うんですけれども、まあ、そういったその施策にもやっぱ国に現れてないと思うんですが、あのなかなかやっぱそういったそのなんていうの社会の雰囲気に合っ,っていかないというところが、 あ今やっぱこの国の未来を作っていってないなっていうところはやっぱ私としても感じているので、まあ、そういったことを、まあ、まあ参院選も含めてですけれども、うん、どうやってやっぱ作っていくのか。 っていうのは、まあ、改めて考えていくべき話なのではないかというふうに私は思っています,そうですよ、ね、でもちろんねあの、若者支援をするから、高齢者支援はしませんっていうことでは決してないですし、どうにかしてそこを両立していきましょうっていうことをね、もっともっと強く打ち出してもらいたいなと思うわけなんですが、まあ、皆さんからの、ね、感想、ご意見、質問などお待ちしております。 えー、ここで今井さんのリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、えー、今井さんどんな思い入れがある曲なんでしょうか 僕何の曲やってましたっけ？じゃ <laughs> スーパーカーのラストシーンをいただいております。そうだそうだ。うだスーパーカーめっちゃあの僕あのまあその一事件後によく旅をしてたんですけれども、はい、精神的に回復した後にまあアフリカとかでザンビアとかの国で、うん、まああのもう一回国際協力とを取り直してたりとかすごいしてたんですけれども、うん、あのまあそういった旅の中で。 その過去を振り返るために結構聴いてた曲の一つでございます。はい、ありがとうございます。それでは早速聴いていきましょう、えー。スーパーカーでラストシーン。 お送りしたのは今井のりあきさんのリクエストでスーパーカーラストシーンでした。明日のカレッジここで一旦お知らせです。明日のカレンジ明日のカレッジ 明日,明日のカレッジ。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 今夜は生きづらさを抱えた十代と出会い、社会とつなげる活動。 認定 NPO 認定 n p 法,法人 DP 理事長の今井紀明さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今日もねいろんな感想が届いてますね。やっぱり皆さん気になっているトピックだと思います。えー、西古住みさん、自分が今10代だったら生きられる自信がない。未来は見えないは SNS があるゆえに。 常時仲間意識を強要されるであろうし一体全体自分って何という意識に苛まれそうはいもうぜひねこれに対してあの10代のリスナーさん聞いてる方いましたらちょっとねご意見欲しいんですけれどどうなんでしょうねなんかこうやって私自身もその30代の身としてなんかあ若者が大変だっていうことをなんかもちろん問題意識は持ってなきゃいけないんですけれどなんかこうかわいそうとかなんかこう大変な目にあってる 若者っていうそういうういい目線で合っっててるのかなっていうちょっとそういうなんか疑問も出てくるることがあるんですよね今井さんがこれまで接してこられた若者の皆さん、まあ、あの支援のおかげもあって独り、えーまあ、立ちできたりもっとこう安定した状況になるっていう方もいると思うんですけれどそういった方たちはこう自身が経験したことまずは経験していることに対してこうなんか社会に何かこう訴えたいことを どういいものがあると思いますか訴えたいことはあの、聞いていることでいうとあの、そうですね、やっぱり充実した、まあ、例えばあの学業に通えるお金だったりとか、生活面での支援だと。 いうことはあのそうじてよく聞きますね、うん、というのがまあ例えば DP がその食料支援現金給付支援した子たちの57%の子たちは一定程度生活が安定したとかもやっぱしてるんですけれども、うん、例えば高校生とかで進学した子たちであの国立大学に行った子たちがいたりとか、はいまあ、もしくはあの本当に生活保護受給をしたみたいな形で一定程度安定したみたいな子もさまざまいるんですけれども。あのーまあやっぱり その人一人一人がやっぱり一回やっぱ安定したりとか何かしらやっぱつながりを得ないとあの次のやっぱり何か自分の,その方向性とかやっぱ見つけることができないと思うんですよね。うん、なのでそうういいっったその環境づくりっていうのは あのまあ、欲しいっていうこととかですね、まあ、そういったことはやっぱよく聞く話でありますねあと、さっきおっしゃってたあた15歳から25歳を対象にされているということですけれど相談者の7割が女性ということなんかこの数字の偏りと言いますかこの何が現れるのかなっていうの気になるんですよね。 いやこれはでもちょっと仮説でしかないんですが、あのまあ、コロナ禍、まあ、一つ目でいうと、まあ、コロナ禍で影響を受けたのは、まあ、女性が多かった、うん、職業的に。特にあの非正規雇用というのが、まあ、20代だと50%ぐらいなんですが女性だとあの70%ぐらいになるんですよね。はい、で、コロナでやっぱ接客業とか、まあ、あのいろんなその職業を受けたところで言うと、女性の方が多かったのかなっていうふうに思うまで、まあ、そこが一つっていうのと、 あと男性がだとなかなか声を上げにくい、うん、助けてって言いづらい、うん、日本でこの社会でやっぱり一番課題だなと思ってるのが、実はです、ね、行き先チャットに初めてこういった生活困窮、相談したっていうのは27.1% 27. てここですよ。と言えたそうっていう、うん、でプラス家族に相談したっていうのを含めたらあの50%を超えるんですけど、半分以上の子たちっていうのが、 相談したことはないし家族にししか相談してなないってことなんですよで家族にももちろん頼れなかったからうちに相談が、まあ、来てると思うんですけど頼れなかったから来てると思うんですけど、うん、まあそれだけ助けてって言,えずい,言いづらい助けてって言えない言わない社会なんですよね。うんうん、それはすごい深刻に受け止めた方が私はいいのではないかと思っていてどうやってそれを声を上げやすくするかっていうのはすごい大切なことかなと私の経験上でも 思いますうんあのココさんからのツイートなんですけれど、えー、大学生のおいに聞き、微力ながら寄付をさせていただいております一人親だけに注目され,たされがちですが日本の未来を担う若者を今すぐ支援しなければと思う子どもと家庭を別に支援が必要なのではと疑問が残る政策。 まあ本当にね、まあ、そのひ人親家庭というところももちろん、ね、あの重大な課題ですし支援が必要とする人たちもたくさんいるわけなんですけれどその、まあ、さっきもね私もその高齢者支援か若者支援かどっちか選べじゃないことが可能なんじゃないかっていうねちょっと気持ちを今ちょっとさあの先ほど言いましたけれど何でしょうねこうどうにかして必要としてる人たちに 均等にパイを切り分けることって、そんなに今の日本では難しい状況なのかなって思ってしまうんですよね。そうですね。本当にあの人口動態的に、まあ、これはあの高齢者の方々のそのある種、その社会保障を減らせという話ではないんですが。まあ、人口動態的に、まあ、やっぱ若者たちの声が通りにくい社会。 であると思いますし、でこれはもうずっと戦後続いてますけれども、まあ、若者の投票実自体も低いというところがまあ大きくあると思うので、あのなかなかやっぱ政策反映し,しにくいかなと思います。ただやっぱりでもこの中でちょっとあのまあな,なん何ですか一、ね、つやっぱ言いたかったところで言うと、せっかく成人年齢が18歳に下がったのに、うん、そのあの議,議員とか市長とかになれる年齢ってまあ、25とか30歳なんですよね。はい。 だからその政治参加の仕方というのが投票とかしかなくて、議員とか市長とか県知事とかに、あの今回の参議院議員とか30歳からなんですけれども、はい、できないっていうのは大きな課題かなというふうにやっぱ思っています。 うん、なので、やはりそういったその声の上げ方の多様化、特にこれは若年層までやっ,ぱやっていくっていうところは、本当に大きく大切かなと思っていて,て、まあ、ヨーロッパ各国だとです、ね、やっぱり18歳、19歳というところからやっぱりあのもう議員になれて、はいはい、30代から政治リーダーになって首相になっているっいうことは、もう本当に大いにある話なので、ニュージーランドとかも、ね、あのアダン首相とかはすごいそ<う>あの若い、まあ、40代前後だったと思いますけどいや35 6でしたね。 だと思うんですけれども、うん、やっぱりその議員とかのやっぱスタートラインとかってその10代、20代からっていうのは他の、まあ、韓国も今18歳に下がりますけれども、うん、まあこの非選挙権年齢というのはいかにやっぱ下げていくのかっていうところは、うん、やっぱり日本でももっと議論されることかなできることとかないいうふうふに思います、うん、もちろんねあの若者じゃないと若者のことは考えられないってわけでは決してないんですけれどやはりその。 まあいわゆるそのおじさん政治っていうねあの言われている今の日本の現状あの中高齢の男性ばかりが目に入ってでまあ、ね、女性の活躍女性のそのそ参加もこれから伸びていくんだろうけれど今井さんからするといやもう18歳とか20歳の議員もいるべきだい,いてもいいんじゃないかっていうその,そのチャンスがあるべきじゃないかっていうふうに思うってことですかね。 そうですね、まあ、よくなんかこの話でいうと、大人じゃないとか、成熟されてないみたいな話が日本だと出がちなんですけれども、実際、18歳とか20歳で,であの議員として出馬したとしても、落ちる人は落ちるので、ね、だからその権権、権利付与をするべきだと思うんですよね、なぜ、うん、かというと、成人年齢としても18歳で付与してるわけなので。はい なので,、まあ、であの優秀、まあ、そのかなりやっぱりそういうふうにやっぱ訴えて受かる人は受かるし、うん、まあこの人微妙だなって人はやっぱ選挙で落ちるので最低でもやっぱスタートラインっていうのは整えていく、うん、でそれで声を上げやすくしていくでもし仮にじゃあ18歳とか20歳の議員さんがいたとしたらです、ねまあ、行き先チャットみたいな LINE 相談というのはもしかしたら国の制度とかでもう,もうできてたかもしれないんですよね困窮者支援のやっぱオンライン化というのは若者にとっては当然なので。 まあそういったことっていうのがもうすでになっていたのかもしれない、しかしやっぱそれがやっぱり NPO で、じゃなかったらできなかったっていうのは、ちょっとおかしな問題だなと思いますし、あと若年層とか10代にとっても今、不平等なんですよね、あの窓口に行かなきゃいけない、オンラインで申請しなきゃいけない、オンラインで申請もできない。 というところはもう若年層の文化にとってはもう圧倒的に不平等な状況なので、はい、まあこれをどうやってやっぱ是正するのかというのは大きな課題なのかなとうう、ねまあ、わざとそのオンライン窓口を立ち上げていないわけじゃなくておそらく、でまあこれは私の想像ですけれど、まあ、そういった技術的なノウハウがお役所の側にないとかもしくは、まあ、あの電話でいいじゃないか。 っていうちょっとそのなんかメンタリティーのなんかちょっとマインドブロックがあるのかもしれないしそこでいやそうじゃないんですよっていうことをなんかちゃんと意見を届けられる立場の人が今の,その行政とか、ね、自治体、まあ、政治の中に圧倒的に少ないのだろうなっていうのが想像ですよね。なんていうかそのその政治家になるためにはこう偉くならなければならない立派な人間でなければ ふさわしくないみたいなちょっとそういうなんかこうマインドがもしかしたらその今,今のねその土台にあってだからその18歳20歳でそんなそんなあの若造に何が務まるんだっていうなんかそういうバイアスもかかれ隠れてるのかなって思うんですよね。私もあの18歳の時にあのものすごい言われましたけれども。 でも、あのー、なんていうんですかね、やっぱり、あのーまあ、18歳とか20歳でもあったとしても、まあ、国のこととか、まあ、社会のこととか、すごいやっぱり考えていらっしゃるっていう若者たちとか子どもたちにも、私もあの現場で会ってきました。うん、で、まあ、そういった子たちがやっぱ声を上げていくっていうところですね。あのー まあ声を上げる権利というのを投票だけではなくてやっぱ議員としてまあ出していくってところはまあ必要なものではないかというふうにリスナーの、えー、HQC さんからのコメントです。若い頃の息づらさか 若いから何でも挑戦できる可能性に満ち溢れてる輝かしい未来が待ってるって大人から言われるのが辛いのよね人生も折り返し地点を回り身の丈を知り可能性もなくなってきたことを受け入れて生きるのが少し楽になったという、はい、感想をいただきましたうんもし今井さんがねあのこの今の令和のという時代に。 えーまあ、20歳とか、まあ、20代前半だったとしたらどうでしょうその 2000, 2000年初頭と今と比べてこの,この国の、まあ、生きづらさというとてもふんわりした言葉ではあるんですけれど20年ほど前と今の日本どういうふうに変わっていると思いますかいいやででも今の方がはるかにやっぱ厳しいですよね、うん なので、まあ、自分としては、あのまあ、それを打破するために、やっぱり声を上げたいなっていうふうな立場に、あの事件がなかったらなってたなっていうふうに、やっぱ思います。うん、まあそうすることで、やっぱり自分自身が、じゃあ仮に20代前半で、仮にじゃあ、選挙とか、まあ、例えばあの、まあ、議員になるためになんか活動してるんやったら、その周りのやっぱ人々っていうのが、うん まあ、SNS とかで発言すすることによってて影響していくじゃないですか、はい、で結局政治の関心って、まあ、今若者の投票率って低いですけど結構あの同心円状に広がっていくというかあこういうことを目指していってこういう声,声を出してるからみんな、まあ、やっぱ周りって関心を持つわけで。 あのなので、結構、その非選挙権年齢を下げることで、うん、その若者たちとか子どもたちとか、18歳以上の子たちっていうのが、まあ、よりその関心を持つきっかけになっていくと思うんですよね、うん、でそういった文化形成とかもできてくると思うんですよね。はい、なので、まあ、そういったところっていうのを個人的には、多分あ今が仮に20代前半だったらしてたのかなっていう、違う道に行ってたかなっていうのは、ちょっと思っていたりとかもしますうん、まあ、なんかねその変、大きな変化を恐れるというものは、まあ、ある意味、人間のもう、 本能的な反応かもしれれませんけれどねもう一回いろんなものをちょっと一回ちょっとこう解体してねなんか一から組み直したいななんてそんな気持ちがねもしかしたらあのたくさんの人たちが心のどっかで持ってるんじゃないかなっても,もしそうだとしたらなんとかね声を上げたり行動したりあの問題提起をしたりしてねこう一回ちょっと。 あのいい意味でぶち壊そうぜなんて <laughs> できたらいいなと思うんですけれどあの先ほどねあのお知らせの前にあのリクエストでスーパー,ーカーのラストシーンをかけましてであの旅をねあのまあ過去にされて、えー、アフリカザンビアに行かれたという話もありましたけれど今井さんにとってその外の世界に出たこと、まあそのね、本当に大変な目危険な目にもたくさんあってきましたけれど今井さんにとってどのようなものをもたらしたのでしょうか。 そうですね私にとっては、あのまあ、ザンビア、タンザニアとか、ですねマラビーとか、まあ、3か月、4か月間ぐらいいましたが、まあ、就職前に、まあ、それはやっぱりあの自分が精神的に回復して、もう一度やっぱ国際協力の現場を見て、どう感じるかっていうのを確かめたかったんですよね。うん、なんですが、やはりあのザンビアの子たちとか、当時見てて、2008年になりますけれども、まあ、平均寿命が40歳代なんですが、やっぱ国に展望を持ってたりとか、やっぱ未来を語れる。 てたんですよね、やっぱ小中学校の高校生も含めて、うん、で片や日本に帰ってくると、なかなかしんどい状況にあったりとかっていう、まあ、あと、なかなか不登校とか、あ,のー、あと、日本、まあ、難民キャンプとかも実はイラクにあの15年後、あのイラクから人質が15年後にも行ってたんですけれども、はいあのー、いや、日本の不登校とか引き込みの状況って、ちょっとまた違う厳しさがあるというふうに感じて。うん やっぱり今の仕事の大切さというのを改めて感じた。まあ企業のきっかけでもなったというのはあります。すなのでやっぱり日本ってやっぱ過大苦戦深かなと思っているので、やっぱそこの部分っていうのをどうやって皆さんと一緒に解決するのかというのは、うん、まあ私にとってはすごい大きなテーマかなというふうに今でも思っています。そうですよね。みんなで一緒にっていうところが今のすごく大事なポイントかなと思います。あのお時間も迫ってきていますので、最後にマイさん、えー、リスナーの皆さんに。 ちょっとこうお知らせなどあればお願いします。そうですね。ありがとうございます。あの10代の効率を解決するというテーマで私はあの寄付型の NPO やってますけれども、なかなかやっ政府企業ができないテーマというのを NPO だからこそ寄付だからこそできると思います。なのでぜひまあ寄付として参加していただきたいたりとか。 ボランティアとしても参加していただくとだっただですね嬉しいというふうに思っています。うんこの認定 NPO 法人 DP に、はい、あの月額寄付サポーターをねあのまあ募集今されてると思いますけれどこれもすごくあのなんでしょうすべてこう決算書といいますか報告書がねととても透明なように見られててあのどういった形で支援誰どんな人を支援できるのかっていう そこの透明性もすごくあの私が DP さんのところでいいなって思うことなんですけれど過去にあの今井さんそのなぜ、えー、多くの人は NPO に寄付しないのだろうっていうなんか疑問を、えー、SNS ノートに書いてたと思うんですけれどそのどこに寄付するのが正しいかわからないっていう,なんかこう悩み迷いも多くの人が抱えてるっていうことをちょっと興味深いなと思いました <laughs>。 あ,ありがとうございますやっぱ寄付って分からないですよね、何かに使って言って、でもの d p の場合は、まあ、人件費5、6割使いますよということもはっきり言っていて,て、うん、まあ食料支援、現金給付だけだとなかなか人っていうのは立ち直れない、だからこそやっぱ相談支援がやっぱ必要であるってこと私たちは訴えています、でやっぱり職員とかがやっぱ働けてやると希望も職員自身も持てないので、ビジョン達成もできないし、うん、やっぱ支援もできない、だからこそやっぱ寄付をやっぱ私たちとしてはちゃんとお金の明示をする。 ということを大切にしているので、まあその部分は当然ながら SNS とか、はい、まああの報告していくつもりで私たちは経営してます、ね、はい、そうですよね。なんかその人助けとかボランティアっていうところでね、なんかその NPO なのに、えー、なんかお金をお収入を得てるのかっていう、なんかちょっとあのまちょっとピンとこない的違いのようなねあのコメントもたまにネットで見ますけれど、当然ねあの共倒れしないためには。 ね、ちゃんとお金はいろんなところで回る必要がありますから、まあ、そういったところもねいろいろ DP、えーまあ、今井さんのツイッターからも、はい、改めて考えさせてもらっています。 えー、お話を聞いて気になった方はぜひ認定 NPO 法人 DP のサイトや、えー、今井さんのツイッターなどチェックしてみてください家賃が払えないなど金銭的な不安を抱えて暮らす15歳から25歳のリスナーさんもしくはそんな方が身近にいるというリスナーさん、えー、ぜひ行き先支援パックというものが始まるそうですぜひ、えー、チェックしてみてください ここまでは、生きづらさを抱えた10代と出会い、社会とつなげる活動について、認定 NPO 法人 DP 理事長、今井紀明さんに伺いました。今井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。 TBS ラジオからお送りしています、明日のカレッジ、キニマンス塚本二木です、えー。先ほど10時代は生きづらさを抱えた10代と出会い、社会とつなげる活動について、特定 NPO 法人 DP 理事長の今井紀明さんにお話を伺いました。いいいいろんんなコメントトただいておりりまますすすありがとうございます、えー、静内さんのツイートです 今の今井さんのコメントを聞く限り本当に苦労している人にとって情報ににアクセスするるるこことと自体がなかなかかか大変であることに気づかされるそうですよねもう本当にそういう経験をしてない人にはねちょっとこうもう想像できないぐらいの状況じゃないかと思うんですけれどもうそんなのググればいいじゃんネットで調べればいいじゃん役所に行けばいいじゃんっていうのは簡単だけれどもう。 でそ,のそれよりも、まあ、バイトのシフトを1時間でも多く増やしたいとか、あのーね、少しでもこう安く食べ物が手に入るところを探したいとかそういうまず今日明日のことで精一杯なの人たちにとって、ね、もうやっぱりその精神的にも、ね、心理的にも人ってこう追い詰められると視野がぎゅって狭まっちゃうそうなんですよね。だからそうなる前に 情報をねもしこんなことがこの先あったらこういうところに連絡すればいいよとか相談できるよっていうことを情報発信できるのもまあここのようなね、まあ、メディアの役割の一つだと思うしで、まあ、もちろんその行政とか政府とかねいろんなところであのもしも何かがあったらここにどうぞっていうねちゃんと具体的にちゃんとあのなんか話を聞いてもらえるだけじゃなくて、ね、ちゃんと支援につながるっていうことをもっともっと知っていかないとね 消費者金融にすぐ頼るっていうのは、本当にちょっと危険だなって、私は思うんですよね。えー、こちら、三姉妹の母熊さんからいただきました、えー。初めてのメールだそうです。ありがとうございます。えー、私自身は、子供たちがいて、夫がいて、仕事もしていて、ごく普通の生活を送れているものです。えー、しかし、私も若い。十代から、親に三十万の仕送りを二、三年し、仕送りできない月もあったり。 生活費もなく男に頼るしかない生活がありました今娘を育てる身として本当につらかったなぁと娘にそんな思いをさせてはならないと思います自立ができない環境の時私が若い時にそんな支援があったら知っていたら本当に本当にありがたい取り組みだと思いますネットでの相談本当に大切だと思いますはい3姉妹の母熊さんどうもありがとうございました まあね、これはあのーまあ、先ほどもねあの相談者の7割が女性だったということを今井さんに伺いましたけれど何かね、あのーまあ、ちょっとこうコロナが始まった頃もね、まあ、生活に困窮した女性は、えー、風俗とかセックスワークで働くだろうみたいなねそう,そういった、まああのー、コメントが世の中を騒がせたことも記憶に残っていますけれどそういうところだけでしか。 助けを求められないいっていうのはもちろんねそういうおいろんな職業いろんな収入の得方があるのは当然ですし、ね、職業差別とかは決して許されることではないですけれどなんかそこで働けばいいじゃんってなんか押し付けるような風潮はねまだまだこの国にあるのかなって、まあ、それがもしね行政の、えー、取り組みに少しでもそのは偏見が隠されてるのであれば。 それは本当にちょっと許せないことだなと私は思い,ますへあのいろんいな、ね、ちょっと私の想像力も限界がありますのでね皆さんからの当事者としての経験談いただけるのは本当に貴重で光栄でありますみなまだますだだ、えー、皆さんからのメッセージお待ちしております。 メールはローマ字でアーシータのアットマーク t b s c o j p ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジ YouTube のチャット欄でもコメントお待ちしておりますえ今夜も11時台後半、まあ、ちょっとだけかもしれませんけれどリスナーコーリングの時間を設けますので2期、えー、とお話ししたいという方はぜひねつな、えー、がる電話番号を添えてメールを送ってくださいお電話に出てくれた方には明日のカレッジのステッカープレゼントします ここで一曲お送りしましょう。Blur のデーモン・アルバーン率いるバーチャルバンド Gorillaz。サンダーキャット参加の新曲を公開しました。Gorillaz は新しい夜明けが来るとアナウンスしています。The Gorillaz:Cracker Island featuring Thundercat。 「あ明日のカレッジ」明日のカレッジ。 明日のカレッジ。明日のカレッジ。ここからはニュース＆コーリング。えー、私二希が最近ちょっと気になっているニュースを一つご紹介します。 えー、今月9日、東南アジアのタイが家庭や農業の現場での大麻草の栽培を合法化したことがネットで話題になっていました。 まあ、SNS では政府がタイの政府が大麻草100万株を無償で配布しているところの動画がバズっていまして、まあ、その政府の専用のアプリに登録すればえ誰でも正式な大麻の栽培者として大麻草の株がもらえる。 とということで、まあ、その当日は長い列が、ね、できていましてで、まあ、その職員の人たちがいろいろ受付をしている、ねえー、ところがありまして。 なんともちょっと不思議な光景でしたが、まあ、この大麻栽培を新たな市場として成長させ、景気拡大や観光業の再生を狙う考えだそうでして、まあ、すでに国民の10万人ほどがここに登録済みだということです。まあ、ただ、タイ政府に言わせると、マリファナでハイになることがお目当てでタイに来る観光客はお断りということ。見ててどういうことなんでしょうか もともとタイはすでに2019年から医療用タイマが合法化されていまして、えー、国全体での大麻が合法化されるのはこれアジア初のことだったんですねしかし、これはあくまで医療ケア用のみとされています。 でえー、今月から始まった新しい取り組みでは家庭で6株まで大マスを栽培することができてそれを地域の医療施設に売ることができるんだそうです。つまりこの市場拡大っていうのは民間事業だけではなく市民と一緒に広げていく感じなのかな。 って思うんですけれどただこのね、まあ、あ,のあくまで医療用というところが、まあ、ポイントなのともともとタイでは、まあ、非常に厳しく、えー、麻薬の、ね、取引売買 取り締まられてだったんですけれど、まあ、今まで通り公共の場でマリファナを吸ったりするのは禁止ということだそうです。はい、なんか迷惑行為になるって書いてありました。迷惑行為なんだ。うん。<laughs> でもねもともとタイでは何百年も前から食文化の一部として活用された植物なんですよね。ア、え、サ、ー、の植物はタイではもう何世紀も前からこう食用、薬用に使われていて、ア、え、サ、ー、の繊維も 日常的に使われていたそうです1934年にこれが違法になったんですけれどそれまではもうどこの家庭でもごく普通に大麻草の、えー、葉っぱとか茎の部分が家庭料理やお茶に使われていて痛み止めとして使われてたという歴史もあるそうです。でね、今回のこのここ、まあ、合法化、まあ、解禁とというところで、えー いろんなレストラン飲食店が、えー、このタイマソを使ったメニューを提供することで話題を集めています、えーまあ、そのグルメウェブサイトにも載ってたんですけれどタ、えー、かねそのタイマソ麻の茎や根っこの部分にうまみ成分が隠されているということでそれをだしにしてスープにしたり、えー、葉っぱを乾燥させてピザや肉料理のトッピングにしたりまたはな葉っぱを 大麻の,の葉っぱを天ぷらにしたりジュースにしたりするというなかなかこう幅広いメニューが、ね、展開されていて、えー、ちょっとこうカラフルな、ね、ちょっとあのお料理の写真見てててちょっと美味しそうと思っちゃったんですけれどただ、ね、ちこの麻の,の葉というものはそのまま食べても幻覚作用はないんだそうです。 まああのね、あの葉っぱのあのシンボルと言いますか、まあすごくこう特徴的なあの形ですけれど、あれをそのまま食べても、まあ肺にはならない。あくまで、えー、食物繊維が豊富な珍しい食材として注目されているようです。ちなみに、大麻草のジュースは青汁の味がするそうですが、まあね、あのー、このように、まあ少し前までは非常に厳しく取り締まられた、えー、この植物がガラリと 扱いいが変わっててるようでして過去に大麻の売人として取り締まれて逮捕されてた人たちが、まあ、釈放されるというところもありましていろいろね、まあ、法律的に社会的にそしてもしかしたら経済的に文化的に変わっているのかなと思うんですけれど。 まあ、あのー、THC 成分というものが大麻草に含まれています。これがまあ一般的にその肺になるというね、えー、作用を及ぼすものなんですけれど、この THC が0.2%未満の植物に限るというのが大政府の条件です。まあ、非常に、ね、そのなんかこう、 あのーまあ、あくまで医療目的に使うものですので娯楽のための吸引は禁止のままなんですけれどただね、まあ、やっぱりそのなんて言いますか、えー、SNS で見てみますと、まあね、現地の様子見てみますと、まあ、タイの繁華街、えー、観光客が多いエリアではもうすでに、えー、路頭で、えーまあ、ガンガンガンジャがタイマの販売が盛んになっているようでして。であのー、もちろんね ちゃんとしたこう医療目的で、えー、求めている人たちも報道で紹介されていました、えー。ロイター通信の、えー、ビデオ映像があったんですけれど、えー、ある乳がん患者の女性が、えー、これまではとても強い副作用が出る治療薬を飲んでいたり、まあ、違法で大麻を買っていたけれど、まあ、その副作用で苦しんだり、悪い売人に騙されたこともあった。 大麻は一部の人にとって良いものだと思うけれど正しく安全に使うための教育がなければ危険なものとコメントしていますこのように医療ケアのために大麻を合法に摂取できることを歓迎していると同時に世間の、ね、無責任な乱用を懸念しているようでした。 まあ実際、この合法化が始まってからすでにタイマーを過剰摂取した50代の男性が心不全で亡くなったというニュースがあります。まあ、これに関してタイのアヌティン保健大臣は因果関係はないと否定していますがまあやはり、ーっとやりすぎてしまって危険なことになってしまうということはおそらくあってしまうんだろうなと思うんですよね。えー、そして タイの小児科医師会はこう警鐘を鳴らしています20歳未満のタイマ接種は脳機能の低下や統合失調症を招く恐れがあるということでまあ、強く警告してるんですね そして大事なポイントです日本の大麻取締法というものは海外でも適用される場合がありますのでねこの話を聞いてタイに行かれる方は私は一切責任取りませんけれど大麻を所持したり取引にかかることは日本の取締法を適用される場合がありますので悪いことはしないようにしましょう。 はい、でもね、こういうのタイの、えー、アジア初の取り組み、これからどういうふうに、えー、かわまあね影響あるのかちょっと、ね、注意していきたいポイントだなと思っております。以上私にきからのニュースのご紹介でした。ここからはニューサンドコーリング。今日六月二十三日は沖縄慰霊の日です。 この異例の日に合わせて平和への思いを込めた新曲ウムイをリリースしさらに異例の日特別ライブイベントウムイの輪を開催した沖縄市出身のラッパールードアルファさんにその思いについて事前インタビューしましたのでその模様をお届けしますルードアルファさんはじめましてよろしくお願いいたしますはじめましてルードアルファですよろしくお願いしますはい、えー、まずはプロフィールのご紹介から ルードアルファさんは1997年沖縄県沖縄市生まれ2014年全国高校生ラップ選手権に出場し準優勝され2019年にメジャーデビューを果たしました2021年10月に独立を発表し沖縄を拠点に活動中今年チャンプルー沖縄市大使に就任されたということですが ルルードアルファさんはあのデビューされてから少しの間東京で活動してたと思うんですけれど独立して沖縄に戻ったというのは何か理由があったんでしょうかあそうですねまあ本当に単純にもう海があるところに住みたいって思ったのもあるんですけど、はい、僕その最近この「うむい」っていう曲を作ったんですけど、うん、なんかその曲自体がやっぱりその。 なんだろう政治に触れてたり戦争に触れたりしているものなので、うん、多分、このメジャーレベルに所属している状態だと絶対にこうダメだって言われるっていうのがもう分かってたので<ー>なんかその曲を出すためにもうあの独立をしてあの沖縄に帰ってきたみたみいな感じですねそんなに大きな決断からこの歌が生まれたってことなんですね。 この「海」という新曲については後ほどあの詳しく聞かせていただきたいんですけれどあの今日6月23日、沖縄慰霊の日ということでうちなんちゅのルードアルファさんにとってどういう日で沖縄の人たちはどういうふうにこの日を過ごしているのかちょっと聞かせてください沖縄では6月23日のこの慰霊の日っていうのはあのもうこの休みになるんですよ。 僕らはもうそれが当たり前で、まあ、その日はもう本当戦争で亡くなった方々にあの12時に黙とうを捧げるっていう日になってるんですけど、はい、なんだろうなやっぱこの東京で5年間生活しててあまりテレビの中から「慰霊の日」っていう言葉が聞こえなくなってきてるなっていうのをすごいなんか僕感じてたことがあって、うんはい、だからそうですねやっぱ沖縄では本当にそういう手を合わせてっていう日なので。 僕はなんか毎年毎年やっぱこの日になったらちょっと泣いてるおばあちゃんをうんよく見てたっていう日ですね。うんあのちょっと個人的な話になってしまうんですけど私も先月沖縄に初めてあの行きましてであの今度返還の日だったんですけれど、はい、やっぱりその、はい、東京の報道と沖縄の報道なんかやっぱり違うなってそのなんかこう厚みというか。うん なんか重みというものがやっぱり違うんだなっていうの、初めて実感したんですよね。はいはい、ルードアルファさんにとっては、そういうことも結構、あのラッパーとしての活動の中で。思うところがあるポイントなんでしょうか。やっぱそうですね。まあ、本当できれば、こうね。やっぱ同じ日本という国の中にいるのだから、やっぱこの。思いっていうのを、この慰霊の日に、まあ、沖縄の人たちが、やっぱり手を捧げることっていうのを。 なんか県外の方々にも届いてくれたらいいなっていうのは一番まあ思うんですけど、うん、だからまあ同じように手を捧げてくれっていうわけではなくて、なんかやっぱ少しでもこういう慰霊の日っていうのがあるっていうのは知ってほしいなっていう思いはあります。はい。あのルードアルファーさんが今回出された新曲「うむい」というタイトルですけれど、これはどういう言葉なんでしょうか。はい。ええー「うむい」というのはあの沖縄の方言で。 思いっていうこの心で思う思いのことを「生むい」っていうんですけどほ、うんとんかどういう感じ名前とかも本当に決めてなかったんですけど BEGIN、うん、の,の島袋まさんと一緒に曲をこれは作っていてま、はい、さんにこの曲を聴かした時に「タイトル何?」って聞かれてで「タイトルまだ決まってないんですよね」っていう話をしてたんですけど、はい、そしたらもう。 シンプルにひらがなでうむいがいいんじゃないかってなって、うん、あもうじゃあそれでっつって、じゃあそれで、う <laughs> もうそれが一番いいと思いますって言って、うん、あのー、私もこの新曲うむいあの聴かせていただいたんですけれど、もうものすごくこうなんかストレートに伝わってくるというか、うその歌詞が何も隠してない、もうありのままの 気持ちその沖縄の人たちの気持ちをこう、はい、歌ってらっしゃるのかなっていう印象を受けましたが、はい、ルードアルファさんはこの新曲にどういう思いを込められたんでしょうかそうですね沖縄の人っていうのは、まあ、学校教育の中で戦争のことを学んでいくんですけどあのやっぱりこう僕らはその学校教育の中で戦争を体験した方々の声で戦争の話っていうのを 聞いたたりしてたんですけど、うん、やっぱりこう今から生まれてくる子供たちだったりとか今の子供たちが大人になった時に、まあ、直接戦争体験した人たちの生の声で戦争のことを聞けることって難しくなってくると思うんですよ、はい、やっぱみんな永遠に生きてるわけではないから、うん、どんどんやっぱだってあの頃子供だった子でももう戦争から78年っていう時間が経ってるからもう今おじいちゃんになってるしっていう、うん、だからそんな中で僕らは多分 そういう戦争の話を聞けた最後の世代だと思うので、はいうん、沖縄のにあるこういう太陽だったり海だったり人が優しいだったりとかまあその裏にある基地問題だったり痛みだったりとかこういったものをやっぱこれから生まれてくる子どもたちこれから未来に生きる子どもたちにつなげたいと思って作ったのこの「うむい」っていう曲ですね。はい あの戦争実際に体験された方々おじいやおばあのねお話を、まあ、直接聞ける、まあ、最後の世代って今おっしゃってましたけれどその受け継ぐものとしてはどういったものが具体的にあると思いますか、はい、例えばあの怒りとか嘆きとか悲しみとか平和への思いとか、うん、どういうものが、えー、次の世代に渡されるべきだと思うでしょうか。そうですねやっぱり 一番いいいでいきたいなって思うまあこう残していきたいなって思うのはやっぱ平和を思う心をすごいそれが残っていけば一番いいなと思うんですけど、うん、やっぱりこう争うよからは本当に何も生まれないしやっぱ戦争から絶対俺何も生まれないと思うんですよ。うん、だけどやっぱこの島で生きてる人たちは常にやっぱ生まれた時から戦争っていう言葉がやっぱいつでもこう意識する場所に 僕らら生まれてきたからみんながみんな平和がいいってやっぱ願ってるしやっぱだからそういった思いがつなげていけばいいなって思うのとうんあとはやっ,ぱこうやっぱ世の中を見ていて最近こうテレビつけたら暗いニュースばっかりだし、うん、なんだろう戦争だったりコロナとかもそうですけどやっぱそういうものがすごく多いから俺はそういう世の中じゃないでこれから生まれてくる子供たちにはもっとなんか明るい なんか綺麗な世の中、今よりも全然綺麗な世の中を手渡したいと思ってるので、うそういうのをなんか作っていけるおような大人でいたいなと思いますね。うん、私もそう思います。あの今日この日はお昼にね、正午にあの県民の皆さんが目頭されるとおっしゃってましたけれど、ま他にも各地でいろんなイベントが行われていると思います。あのルードアルファさんが参加されるライブイベントの名前が、あの、はい、アルファベットと ひらがなで「うむいのはって書けてるのが面白いなと思いましたありがとうございます <laughs> <laughs>、うん、これも、まあ、戦争反対戦争をやめようという思いと、えー、思いの和、はい、というのを書けてるんですかね、はい、そうですねそれをかけて「うむいの和」というタイトルにしましたはいと夜のイベントだそうですけどど,どんなイベントなんでしょうかこののイベントは、まあ、僕らの地元で ある沖縄市っていう場所で、まあ、やるイベントなんですけど、うん、いろんなアーティストの方々と一緒になんか平和を見つめるような日にできたらいいなと思ってて僕は個人的にやっぱ慰霊の日っていうのはすごい泣いてるおばあちゃんばっかり見てきて、うん、なんかどっかしらでやっぱ悲しい日っていうのが認識としてあったからなんかやっぱこういう今日はまあ音楽を通してなんか自分のおばあちゃんとかを。 いいろろ思い出すこともあるかもしれないけど最後はやっぱり笑って終わ,終われるような日にしたいなと思って作ったのがイ、うん、ののっていいうイベントですねはあルードアルファさんの他の曲をね聴いた人たちにとってもなんかいつもとちょっとこう違う感じだなって思うね感じのとてもその沖縄の風が <laughs> え吹いてくるような「この海」という新曲ですけれどね、はいまあ、おっしゃる通り本当にあの沖縄の人たちじゃない、はい。 えー、人たちもこの戦争とか平和とかそういうことをね、こう過去に起きたもの、昔の話だけではなくて、まあ今も続いていることだっていうことをなんか想像力を生かして認識しなきゃいけないなって私も強く思いますけれど、このね曲を通して何かこうメッセージが届けばいいなと思います。あります。はい。それではあのルードアルファさんの方から曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、えー。沖縄の未来で生きる 子供たちのために、捧げようと思います。聞いてください。うむい。ここまでのニューサンドコーリングは、沖縄市出身のラッパー、ルードアルファさんに。本日、異例の日、特別ライブイベント、うむいのわー。うむいのは、がある中で、大変お忙しい中、お時間いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。 本日沖縄慰霊の日に合わせてルードアルファさんのウムイをお送りしましたこの後はお知らせを挟んで私2キがセレクトした1曲をお送りします 明日のカレキにマンス塚本き、えー、今日も、ね、あの冒頭の方で言いましたけれど、まあ、ちょっとこう梅雨明けに向かっているような、まあ、最近の季節でして、まあね、ここからこうぐわっと三十五度近くになると言われている、まあ、関東地方なんですけれど、まだ六月だぞ、おかしくないか でねまあ、あのじめじめ梅雨も嫌だけどでも炎天下でじりじり熱射病っていうのもちょっと嫌ですけどね本当に皆さんあの今年の夏は、まあ、体に気をつけて、あのー、楽しく安全に過ごしたいものです。 まああの夏の思い出ね、まあ、今日ちょっとあの今,週あ今週火曜日にあのちょっとフェスの話少ししましたけれど、まあ、やっぱりね私にとってその夏といえばフェスといえばフジロックというのが強いんですけれど2009年が私のフジロックデビューでした、まあ、あの日本に戻ってきた1年目だったんですけれど、まあね、あのもう山苗場っていうところは本当にもう天気がコロ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 変わりやすいんで、まあ、あの傘じゃなくてこうポンチョとか、ね、レインコート、まあ、ブーツとかもう れドロドロになってもいいものを、まあ、来て、まあ、参戦するわけなんですけれど、まあ、この2009年のフジロックいろんなねアーティスト参加しましたけれどマーレーズという、まあ、2人組のね、えー、バ,バンド私ここで初めてライブで見ましてでね、まあ、2009年なんで結構記憶はおぼろげなんですけれどまあ この雨やんだ雨やんだという曲ちょうど雨上がりのえーちょっとねまあ、みんなこう土砂降りになった後のちょうど雨がやんだタイミングでかかったけなっていうちょっとそのああすごくいい加減な記憶があるんですけれどまあね恵みの雨と言われてますけれどやむ時もねちょっとほっとしますよね深呼吸したくなりますねそれでは、えー、私の選曲聴いてくださいマーレーズ 雨やんだ雨やんだ マーレーズ雨止んだ雨止んだをお送りしましたさあこの後はお知らせを挟んでリスナーコーリング今夜は誰とつながるのでしょう ラジオからお送りしている明日のカレッジキリマンス塚本にきです。さあここでお待ちかねのリスナーコーリング、えー、もうすでにつながっているようです。今日はどんなリスナーさんでしょうか。もしもしも,しもしもしもし元気なご挨拶ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。<ー>はいお名前、えー、ラジオネームミリオンバンブーさんでよろしいでしょうか。そうです。あ はい、あのいつも聞いてくださってるようで、ありがとうございます。ここちらこそありがとうございます。はい、あのミリオンバンブーさん、あの一か月以上前に。はい、あのこのコーリングに、こう応募のメールをくださった、そうですけれど。はい,はい、はい。大変長らくお待たせいたしました。はい,はい、<laughs> もうかかってこないと思ってましす <laughs> <laughs>。諦めちゃいけません。<laughs> はい、あの、ミリオンバンブーさんは、ご夫婦でお好み焼き屋さんをやってるという。情報が、こちらにありましてですね。はい お好み焼き屋さん、あの定番またはあのおすすめメニュー、どんなものでしょうかえと、まあ、一番出るのはなんだかんだ言って、ミックスのお好み焼きとか、<お>あと,<ん>えと豚のお好み焼きなんですけど、はいあのも、もんじゃとか焼きそばとかもやってるんで、<お>もんじゃとかだと明太チーズもんじゃとかですかね。 はあ、私もこの前少し前にあの月島でもんじゃをあの食べてきたんですけれどあそうなんですかでもお好み焼きの方が圧倒的に作りやすくないですかやっぱりいやそんなお好み焼きの方が奥がちょっと深いのでああ <laughs> 難しいでもんじゃって、はい、なんかまあ多分これも私がただあのへたっぴなだけかもしれませんけれどはい、はい、なんか食べ頃がよくわからんのですよお好み焼きはあもう食べていいなってわかるけど、はい、もんじゃって。はい まだもうって <laughs> <ー>迷うもんじゃはもうずっと変化していくので最初の頃も美味しいですし、はい、ちょっと焦げが出てきたのもちょっと美味しいですよねあ<ー>行き過ぎちゃうとちょっと焦げちゃうとあれなんですけどなんですねじゃも生き物なんですね、はい、そうなんですねあ,あのミリオンバンブーさんはあの、はい、ご夫婦であ板橋にお店があるんですか っていうところでやってます。あ、そうなんですね。私、はい、あの成まで生まれたんですけれど。えじゃあ隣です。隣ですか？隣です。マジか。いやなんかあのあ赤ちゃんの頃しかもういなかったんで全然はい、はい、あの歳感全くないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。でも隣なんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっとあのもし里帰り里帰りじゃないやあの生まれたところをなんか訪れる機会がありましたらぜひよってくださいはい、行かせていただきたいです。はい。 なんかあの最初の頃から聞いてくださってるようで本当にありがとうございます。そ <laughs> んなもんです。はいあれですかあのお仕事終わってから聞いてくれてるんですか。えっとお店のあの基本的にラジオ流してるんですけどはい、はい、あのだいたいお店のラストオーダー終わってから聞いてるので、はい、片付けしたりしながらのことが多いですね。マジですかえちょとつまり、はい、あのお店に残ってるお客さんも明日のカレッジ 強制的に聞かされてるってことですか。う聞いてます。マジか。あでもそれそれちょっとなんかでもみんな慎重に聞いてないから大丈夫です。あそっかよかった。複雑な気持ちだけどよかった。でもお酒が入ってるので。はいはいはい。あでもねなんか私もあの結構前にフラッと入ったあの喫茶店なんか定食屋さん喫茶店にいたらあの TBS ラジオがねかかっててねちょっとなんかうわ。 でなんかちょっとドキッとしたんですよねでも普通のお店だとなんかみんな酔っ払ってないですけど、はい、後ろのお店を酔っ払ってる人が多い,、ね、あいやあのでぜひねあの皆さんによろしくお伝えくださいあ,ありがとう <laughs> あのあのこ,れこの番組だぞみたいな、はい、ちなみにもしよかったらあのお店の名前ここであの教えてもらえますかあの今ラジオのネームになってるそのまんまですミリオンバンブです あ板橋区のお好み焼きミリオンバンブー、ひい、はい、ひらがなでミリオンバンブー、はい、ファンキーな店内で笑顔あふれるスタッフがお客様をお迎えします。赤塚駅徒歩一歩一だそうです、はいはい、なんかいろいろスペシャルサプライズお好み焼きメニューもなんかやってるような写真がありますけれど。ははははいはいはい、はい、はい あのおめでとう。あのー、お好み焼きあ誕生日だったり。あとまあ、バレンタインの時にハートのお好み焼きをお客様にプレゼントしたりはしてます。ええー、素敵！はい、めっちゃめっちゃいいですね。あと、はい、うちのお店、あのー、僕たち夫婦があの登山が大好きなんですけど、はい、あのー、登山が好きなので。 山好きのお客さんが結構集まってるんですよね。おお、なんか登山話に花咲かせたりするんですか。はい、そうです。山の話をし出すと、僕よりもあの妻の方が止まらないので、<ー>山が好きで。え、ちなみにご夫婦ではどうあのどこか最近行かれました山。えっと、こ火曜日で本当に火曜日と水曜日で、あの多分聞いたことないと思うんですけども、飯豆連峰って言って。はい。 新潟県と山形県と福島県の県境にある。<ー>山に登ってました。あのテント泊でお。あ、テント泊したんですね。はい。え、登りやすかったですか。いや、登りにくいですね。ものすごく。あそうなんだ。<laughs> でも、そこの山に登ると。本当に、この時期しか見れない。お花がたくさん咲いてて。うんへー あの、にくさんにも見せてあげたいぐらいです。ああ、いいなー、素敵、私もちょっとね、なんか、この夏はもっとアクティブになろうって。ええ、何年も前から言ってるんですけど、この夏こそ、アクティブに山登り行きたいと思います。<laughs> 本当にね、はい、おは山の上に、山の上に登って、お花畑見ると。<laughs> 世界観変わりますよ。ええ、ちょっとそれはあのちょっと貴重な情報ありがとうございました。<laughs> はい。ええー、あのぜひあのステッカープレゼントしますので、はい、もしよかったらあのお店の一番目立つところに貼ってくださいな。<laughs> はい。入り口に貼っておきます。ありがたいです。<laughs> はい、ミリオンバンブーさんどうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。明日のカレッジ。 ここで TBS ラジオ今週の推薦曲「中部夏立ちぬ」。 TBS ラジオ今週の推薦曲チューブで夏立ちぬをお送りしましたケニマンス塚本2期が赤坂 TBS ラジオのスタジオからお送りしてまいりました明日のカレッジクローズのお時間です明日は金曜日 武田さ,さん担当の日でございます、えー、明日のゲストは映画監督の早川千恵さんカンヌ国際映画祭でカメラドールの特別表彰を受けた「プラン7 5という新作について伺うそうです、えー、私もとても気になっている作品是非ね早川さんとの、えー、対談明日も是非お聴きください えー、そして来週月曜日の明日のカレッジは明日の文化学部「裸ってどういうもの」と題して、えー、写真家の伊島薫さんをお迎えします、まあ、なぜこういうテーマかといいますとです、ねまあ、いろいろあるんですけれどこの写真家の伊島薫さん、まあ、これまでたくさんの,方の写真を撮ってまいりましてでその中には、えーまあ、ヌード写真というものもありました。 ですねまあ、何を隠そう私自身も過去に、えー、美術モデル、えー、もしくは人体モデルということをやってた時期がありまして、えー、この伊島さんの被写体になったことがあるのですね、はいえー、全裸でした、はい、ですので <laughs> まあちょっとねいろいろこうまあ緊張もするんですけれど今一度ぶっちゃけ裸って何さという話を写真家とモデルという立場でいろいろお話ししてみたいと思います。 まあね、皆さんからの、えー、ご意見などお待ちしております。はい、えそして明日来週月曜日はその前に私、ABEMATV に12時から、えー、出演、ゲスト出演させていただくことになっております。a b e m a ヒルズという、ね、ニュース番組ですけれど、えーまあ、生でもしくはアーカイブで見れるとのことですので、ちょっとね、あのテレビ、緊張しますが、頑張ってまいります。 はいえー、それではこの後 YouTube の方でアフタートークしていきますのでお時間ある方はそちらでお会いしましょうそれでは、えー、本日の「明日のカレッジ」クロージングはこの曲です沖縄の人々が慰霊の日に聴く「月ト」。沖縄ジャズ界のスターが一堂に会した「ウチナージャズオールスターズ」ボーカルアフソタカ子さんの演奏でお送りします。 それでは来週月曜日どうぞ健やかに。 はい皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。けんけんさん大変です。お腹が空きました。いやめちゃめちゃ空きましたね。ミリオンバンブーさんのねお話を聞いてたらね。うまそうだったな。ねなんかちょっとお好み焼きって、はい、なんかその響きがうまいんですよ。ほ<う>お好み焼き。 をリズムもんじゃ焼き, <laughs> きよりお好み焼きなんかこうおそう、ね、おこうね母音が入ってきますよねなん,そうそうなんかねこう込み上げてくるものがあるんですよお好み焼きとこういう確かにいうなんかねさっきからこうずっとなんかこうスタッフがなんか笑ってるんですけれどそうあとなんかあの外国の人がその日本のなんか料理とか食べたいとかてい,いくとなんかその珍しいものが食べたいとかなんか。 あ日本ならではのみたいな。そう、なんか自分の国で食べたことがない日本食はなんだったら、はい、ええー、まあ何かと、ああ寿司、ラーメン、天ぷら、ここ天ぷらよりなんかねあのあ、テリヤキチキンとか。テリヤキチキン。テリヤキチキン本当大好きなんですよあいつら、あいつら <laughs> あいつら。<laughs> で、まあ、お好み焼きは食べたことないだろうったら。 まあそのなんかこう、スイートじゃないパンケーキ、ソルティーなパンケーキ、でなん,かなんかミートベジタブルいろいろ入ってる、まあ、あのシーフード入ってるよって、はい、その、お好み焼きって覚えさせるのが楽しいです。あ発音をね、s, uh, <S 含お好み焼き、おお、好み焼き絶対忘れるんですよ、あいつら。 彼らは彼らは二度と忘れませんお好み焼きおいしいから覚えるってことですね多分ワンセットになってるあとなんか名前がちょっと面白いからとかそうかかわいいとかあるのかなな,なんかあるんかモンジャ焼きはモンジャ焼きはちょっと覚えにくいと思います,すでも一回ねあのマレーシアから来た人だったかな,なんかあの出演役の仕事で付き添いやったんですけど まあ仕事全部終わってでまあ,あのこっちは全然もうよかったら付き合いますよなんかご飯どっかい紹介しきあいましょうかって、ね、まあ,あの暇だったんで、はい、<laughs> でなんかもうあの僕たちマレーシアでいろんなジャパニーズフード食べてるけど東京ならではのジャパニーズフードはなんだって東京でしか食べれないものが食べたいって東京でしか食べれないものって たらもんじゃしか思いつかねえなってでももんじゃ焼き食べれるかなこの人たちってちょっと難しいかもしれないです、ね、そうでまあなんかちょっとパンケーキ、まあ、そのソルティーミートベジタブいろいろ入ってるパンケーキのようなんだけれど液 なんか半分液体なんだ <laughs> なん半分固形半分液体でこう小さなヘラ、えーね、でんかちょっとこうんかかすかすって作り取って食べる <laughs> かすかす。かすかす <laughs> 美味しいよ <laughs> <laughs> でなんかねちょっとあんまり説得力なかったんですけどまあよくわかんないけどそれ,それが東京名物っていうならじゃあそれを食べに行こうって。<laughs> すげえよくわかんないに行ったんですよ、ねうん。でそれで、まあ、その時我々秋葉原にいまして、はい、で秋葉原から一番近いもんじゃ食べれるお店ったら浅草だったんで,あ<ー>でそこから浅草,、ね、まあ浅草にすぐね,ねあまあ、ね、行けたんで,、はい、でそこの,あのもんじゃ焼きのお店に入ってで私と3人のマレーシアの方で。 で、あのー、<メ>おばちゃんが、ね、メニュー見えわかんないんじゃないですか私は全部通訳してで、ポークがダメな人がいたからあ<っ>じゃあポークなしでや,<っ>やろうってなって、うん、で、そのおばちゃんがね、なんかちょっときびきびしてる方で「なんか、はい、わかる?」って感じで「<laughs> えあわわかるわかると思います」みたいな「えわかんないのわかんないですよ」って言って「<笑><笑>わかんないです、すみません、<laughs> お願いします」みたいなそれで、あのーね、目の前でこうやりあえてくれて。 でなんかね、とても不思議なものを見るような目で皆さんなんかこうおお、まあ、これが東京の食べ物か <laughs> ちょっと違うけど <laughs> 東京の食べ物かみたいなでこうやってこうやるんだよってこうヘラヘラヘラパクパクって,って楽しい楽しいって言ってました。あ、おしい美味しい。まあ自分でやるからねちょっと楽しい感じですね。そうそうそう。なんか目の前で作ってもらうのとかあとそのままねこうなんかなんかヘラヘラヘラってして,て食べるのがうん、うん、あのなかなかない体験だったみたいで。 そうだからその体験型飲食アドベンチャー、うん、<laughs> なのでね、まあ、あの今年から、ねまあ、少しずつですけれど海外から、ねあのまあ、観光客とかお仕事で来る人がね,ね,、はい、っね戻ってきたりすると思うんですけれど、まあ、そういったところでねあのなかなかちょっとねあの あのヒストリーとなってしまっているお店とか飲食ね,ね,ねまた盛り上がるといいなと思うんですけれど、まあ、ちょっとねいろいろこう慎重に慎重に進んでいくのかなと思っております。はい、今日はねあの十時代今井のりあきさんのお話「DP」の若者と、ね、社会をつなげる活動についてお話聞きましたけれどなかなかシビアな状況なんだなと。 改めてね思いましたねまあ皆さんね,本当,ね本当になんかこんな日本に誰がしたって思ってしまいます、えー、ロブマチャコさんのコメント読ませていただきます生きづらさは年齢関係ないとは思っているいくつになっても優しい人気がつく人相手のことを考えられる人は生きづらいおかしいだろうそれ まあでもね抱え込みすぎちゃうっていうところはね誰の得にもならないかもしんないよね。まあ、その,あの、うん、誰かのね,ね傷を自分の傷のようにあの、ね、感じてしまう人とかね、うんうん、あの誰かが困ってたら何かこうあ何かできないかなってこう真剣に考えられる人って本当に人としてとてもねあのね。まあ ゆ豊かな感受性というかねなくてはならないような人間だなこの4人と思うんですけれど、うん、結局その「共倒れ」とか「うん、燃え尽き」っていう言葉もね,ね,あねあの特にこういうまあ界隈では決して関係ないものではないんですけれどうん、うん、なんかうん どうすりゃいんだからといってねもう自分のことで精一杯だから他人のことなんか知ったこっちゃねえよっていうのもそれはそれちょっとなんか世知辛すぎるし、まあ、バランスですよねそうなんですよ、ね、そうねだからまあ私も多分20代とかの頃はねもっとなんかもう尖んがってますた、ね、あーああああって感じで溢れ出るパワーを抑えきれない。何でもこの ちょっとやってましたよ。ちょっとやってました。はい、そんな感じであの販売とかやってましたからね。どういうこと？雑貨屋さん雑貨屋さんの販売で雑貨屋さんでこうフェアトレードショあのとかなんかいらっしゃいませとかこちらジンバブエのカゴですああとかなんかごわき上がってくる社会の不正義は不満だそのなんか不公平なことに関してもあもうカゴ変えようみたいな。 なんか楽しかったですよあい<や>それは来週月曜日にも出るって感じですか <laughs> 写真向かう方ともああどうかないやでも、ね、当時出てたわけでしょうそのああはいやでも当当時は <laughs> 当時は本当にねあのー、その美術モデルとして、はい、まあそのデッサン教室とかはい あとはそのなんか企業さん,なんかその美術部があるデザイナー部があるそのような企業のデッサン会に行ったりして人体を、ね、描かなきゃいけないんですよ、うん、その絵のお仕事、まあ、絵が上手くなりたい人たちってでもちろん,なんかその、ねまあ、こんな感じでしょうって描けるけど本当にその筋肉はどういう曲がり方をするのか、まあ、骨,は<ー>骨はどういうところで角張ってるのか,とか。 そうなんかねあの脂肪とか皮膚は柔らかいけれど中に入っている骨は硬いじゃないですか。はい、その付き方ですね。材質その性質をどういうふうに、うん、もうチャコールと鉛筆で表すのかっていうためのまああの被写体っていうわけで、うん、だからあのまあなんでそんな仕事をねあのやろうかと思ったっていうのも。 まあなんか特にそんな大きなものないんですけどまあ日本に戻ってきてでまあねちょっといろいろまあバイトもしながらだったけどなんか今ここで自分にしかできないことをやりたいなっていろいろ考えててでまあそのモデルっていう活動も興味あったんですよでもまあなんかその うーんなんか自分のそのなんか性格とか、うん、あとなんか体格的にな、うん、なんかこうなんかかここううファッションとか、はい、あのアパレルとかなんかビューティーとかって感じではねえんだろうなって、うん、あ多分もう私よりもねずっとそういう向いてる子がいっぱいいっぱいいるわけですから当然<ー>、うん、でもなんかその表現みたいなことがやりたいと思っててで,でそこであ そうかあ美術モデルかってあ脱ぐのかええー、って思ったけどもう別に、ね、抵抗なかったんですねかんなんかね、抵抗もあったんですけどでもまあちゃんとなんていうの真面目な、はい、真面目なねあの、はい、お仕事っていうかあとね「エスパーマミ」っていう漫画あま子供の頃を読んでたんですけどなんかねエスパーマミみたいって <laughs> なんか思ってて <laughs>。 そうあのー、エスパーマミもねあれ中学生だっけなでもお父さんが画家ででお父さんの,、ね、あのモデルをもうあの中学生の時点でやってるっていう、うん、今思うとなんかそれもなかなかな設定だなって思うんですけれど、まあ、当時はね何の,あの疑いもなく子どもの頃読んでて、うん、でなんか「あエスパーマミもやってたんだが私もできるだろう」ってなんかな謎の根拠があってでそれであの事務所いろいろねあるってことを知って、はいでまあ、数は少ないんですけれど、まあ、この 一番ホームページが分かりやすかった会社に行ってで登録してで、まあ、あの別にそのなんか自分の体にこうすごい自信があったってわけでもないんですよただ、やっぱりその書かれること経験してわかったんですけどこれなんか月曜日の話でいいことなんですけど経 <laughs> <か> <laughs> 験した中で思ったのが <Witcher. S 2>、ね、例えば、一番長くて20分。 動かないんですよ立ちポーズ座りポーズ寝ポーズいろいろあるけど、まあ、自分で決めた、あのー、角度自分で決めたポーズあ自分でで決めるんです、ね、基本そうですね自分で決めていいんですけど、まあ、この椅子に座ってくださいとかこの棒を持ってくださいとかってあるけど、はい、基本なんか自分で、まあ、ちょっとこうねどっか,なん,かなんかこう曲線を作る体ででそれを20分はいってキープするプ、はい、20分動いちゃいけないんですよ。 ででそれでこう5分休憩やってでまた同じポーズに戻ってまた20分とかでそれを繰り返してるとねもう沈黙の中でシャ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 ってもう鉛筆の橋とが部屋中に響き渡っててであ今私はこうこの人たちのためにめちゃくちゃなってるんだなっていうものすごい私今貢献してるぞっていうのとあとなんか物になった感じがしてでもそれか もうなんか無の状態でこう人の形をしたものとして描かれてるんだけどそこには確かに命があるありますけれどでいろんな人がいろんなスタイルでいろんな角度からねこう描いてくれてるんですけど最後にこうずらーってこう批評会があるんですよ。でそこで私もあのなんかちょっとバスローブ着て見ていくわけですね。 へーなんか全部私なんだけどやっぱ違う全部違う人っていうのがそういう,そう,いうのがねなんか面白くてでそれをやりながら翻訳通訳の仕事もやっててだから本当忙しい時はもう朝翻訳して昼モデルしてで夕方通訳するなんてなんかそんなこともあったんですけどめちゃくちゃ。あのー なんかね、働いてました、ね、でもまあその市間薫さんという写真家の方は90年代にすごくなんか活躍されてたその広告とかファッションとかね、うん、あのカルチャーのところで活躍されてる方で,でその、まあ、あの事務所を通してあの紹介されてでちょっとこういう趣旨でこういう写真をその人体をもう隅々まで観察できる、うん、もう人体っていう写真が撮りたいっていう。 まあそれは私のちょっとこうすごい威役ですけれど、はい、でそれではいやらせていただきたいですって「分かったじゃあこれから1ヶ月あ月毛を処理しないでね」って言われてそういうオーダーはあるんですねまあ伊島さんの場合はありましたそうもうあのタイムをもうあのソるの,あの写真撮る日までやめて,て「分かりました!」 <laughs> で気合で気合ではい終わりまでもう伸ばしまくってそう,そういうねあの写真だったんですけれどうんなんかね、伊島さんもそのすごくフィロソフィーがあ,のある方ですのでまあその裸、ヌードというものまあ世間もいろいろ価値観というか文脈があるというかその時やったのは何年なんですか え始めたのは2011年？10年？10年かな？10年前。2010年あそう10年以上前ですね。2010年に始めてでなんだかんだあの5、6年はがっつりやってたんですけど、はい、そうねちょっとなんか30超えたからやめたってわけではないんですけれど、なんかちょっとあのうんまたやりたいと思いますけどねぶっちゃけ。 また全然写真とかデッサンとか何でもね題材になりたいなと思うんですけれどなんか変な話ちょっと私、流しられてるじゃないですかあの頃と比べたらちょっとだけだから今このタイミングでねなんかやったらちょっとなんか変なイメージになっちゃう出てくるじゃないですか過去のやつが過去のやつがある意味なんか強いですよ。ヌード画像流出ってもうなんか ああそれねああ、はいはい,はい、いいでしょそれ確かに強いっす、ね、<laughs> でい,いでしょそれ <laughs> で勘違いありすぎますまけどそうでもやっぱりその,あのなんかその性的とか、うん、わとかうん、うん、なんかこう偏った見方もね、うん、まあ別にそれを丸ごと否定するわけじゃないんですけれどそうじゃない裸もあるんだよあるん ってことをね、ねちょっとなんかまあ、お話できたらなーって思ってます。もちろんなんか背裸と性くっつけること、それになんかこう否定するわけじゃないんですけれど、なんかあの私はあくまで、ね、その表現の立場で人体の使い方についていろいろねあのー。 経験できたことは、すごく、うん、はい、あの、良かったなと思っています。そんな話は月曜日に。はい、前も、なんか、半分話しちゃった感じがするけど。またね、飯 <laughs> 島さんとお話しされる、ね、<laughs> いろんな話出てくると思いますし。なんですね、はい。えー、っと、まあ、今日もね、いろんな、あの、感想をいただきました。十字台のお話、結構ね、シビアなものもありましたけれど。うん、ええー、激お山吹おさん。 我が職場もそうですけど辛そうな人ほど必死に働いてますよね、えー、しかも弱音を吐いちゃいけないと思っている風な雰囲気すらあるうーんあこれあのエッグさんもですね「えー、困ってる時ほど辛い時ほど声を上げることができない心も体もいっぱいいっぱい余裕がない」はー なんかそのエッグさんの名前からちょっとグデタマをちょっと今ね,ねあの連想したんですけどなんか今度ねネットフリックスでグデタマの映画があの出てくるんですよ、ね、グ,グ,グ,グデタマの映画かシリーズか分かんないんですけどネットフリグデタマやるんですよみんなでなんかグデタマになりたくないグーってーって。 や辛い時ほどね声あげることできないねっていっぱいいっぱいですからねそういう時余裕がないなって周りがねちょっと気づいてあげてねみんな心の中にぐでたまを抱えているのにみんなじゃないですよみんななじゃいかあ言い過ぎでしょすごでかいじゃあまあつらい人時辛い人困ってる人余裕がない人は心の中にぐでたまがいるのかもしれないけれど今日はちょっと私ぐでたまですって って言ったらあそうなんだじゃ無理しなくていいよなんか座って休んでてもいいよってい言ってもらいたいない、ねね、環境が仕事場でも全然あっていいと思うんですけど、ねね、もし私がね来週木曜日ダメですけんけんさんダメですブラック <laughs> 私今日ちょっとぐでたなんですけど役割,す役割が違いますねちょっと今日かばってもらえませんね,ね <laughs> 変われるじゃないですか<え>極端作家変われるじゃないですかなんかた<ょ>曜日に でも、ケンケンさんは世界に一人しかい,ないケンケンさんですよいで例えばなんか体調とか交通事故とかで行けなくなったから、急遽ってできるけど、二木、うん、さんの代わりって、ななかなかいないないいと思っていやいや、まあ、私も代わりはいますけど、まあ、ちょっとあれですよね、なんか、なんかあのびっくりする人の数が違うっていうか、今日はケンケンさんじゃなくて、他の人がってなっても、まあね、私たちはなんか、えっってなるけど、まあ、番組全体としてはね、はい、まあ何事もないように。それは大丈夫でですすからねそうですねう 確かにね、私の代わりになってくれる人、まあそういうモノマネ芸人さんもしかしたらこれから現れるかもしれませんよ。なんかニキ、なんかなんかピキですとか確かに言ってくれる人、ナニマンスなるんですかね。ナニマン、ナニマンス、ナニマンス、なにもとピキですとか。あの私のモノマネができるぞっていう方いましたらぜひね今のうちにあのもうちょっと癖出さないでオーディションをはい設けますので。 松本潤さんに頼んでみますかね。ねえ、松潤がダメですよ。松あちょっとちょっとあのギャラギャラがギャラがちょっとかすぎる。そ,ううそっかでも松潤絶対私のモノマネ。私は松潤のモノマネしたんだからさ。いやいや 松潤ろ私のモノマネってるお互い触って感じじゃないじゃん。<laughs> <laughs> まあモノマネつってもね、なんかもうなんかちょっとウィッグかって、ちょっとなんかこうあのなんかじゃららららじゃららららにこ似てるって言われます。で,す、ね、で終わっただけなんですけど、テレビにね昔いたんですよ。松潤そっくりさんとして。 あの日テレさんの方ですけれど、はい。そんなね、あのその時はあの、あの服着てましたから、はい。服を着たまま、まあ、受信やってました。雨 <laughs> でしょう、ね、服着てなかった <laughs>、はい、大,大,事大事、大事。えーとですね、なんかいろいろちょっと読みたいものもあったんだけれど。ええー、髪のこら、いろいろちょっとすいません、髪ね、この。うちもそろそろペーパーレス化しません。やもう、うあそこにいつでも入れますよ、日記さんの。 そうなんですよね慣れていかないといけないんだよなその,そのうち、えー、ピカッチュさん生きづらいという面においては今のティーンはデジタルにあふれかえっている時代を子どもの頃からいきなり過ごさなければならないというのもあるかもしれないだんだん慣れていくという段階を踏まないからデジタルの危険性もわからないまま陰湿ないじめにつながったりまあそうなのよねでもなんかある意味その当たり前な わけなんですよね。あの、うん、子供たちにとっては、はい、今日もね、あの六本木の方、ちょっとフラットしてたんですけど。なんかもう、なんかもうタワーマンのすぐ真下に。はい、ちょっと公園、まあ、滑り台と、なんかちょっとこう登るジャングルジムっぽいものがあって。こんななんか、バカでかいタワーマンにも、子供は住んでるんだろうなって思って。そう、で、それ子供が、ね、<laughs> 実際に遊んでたんですよ。はい、何人か。で、まあ、なんか、その、キャッキャしてる子もいれば。 なんか滑り台の上のところでこうんかここなら安心して動画見れるって思ったのか分かんないですけど <laughs> 別にそれをなんかねああダメだっていうわけでもないけど、うん、あもう今の子たちにとっては、まあ、公園で遊びに行くタブレット持っていくちょっと遊んだりゲームしたり、うん、動画見たり、はい、っていうのがなんか。 まあ普通私は子供の頃ろめんこ遊びとかけん玉しなかったけどそれが私の普通だった、はい、でも僕たちもゲームゲームボーイとかでや外でやったことありますけどねありますよね、はい、でも、まあ、そのね、まあ、ピカチさんが言ってるみたいにそのデジタルの危険性わからないままねなんかまあそこはねリテラシーをねやっぱりそうなんです 最近そのなんかなんか授業で使うタブレットを通してねなんかあのいじめのチャットがあの出回ってたっていう話ありましたけれど大人がそういうシステムとかそういうところを考えないで自分でどうにかしなさいとかあのとりあえずこれでなんとかしなさいっていうまあちょっと今日の話にちょっと無理やりつなげようとしてるわけなんですけれどなんか親に頼れない子どもが多いっていうのを 昔からなんですかね。それともなんか今の親と昔の親何か変わ変わってる？データがないから難しいかもしれないですけどね。で,ねでももしかしたら変わってるかもしれないです、ね。まあ昔だってね,ねあのまあ独親って言われるような人はもちろんいたでしょうけど。あっももちろんあったと思いますうん当然でも。 まあそういうところで育った人たちは今みたいに、まあ、知られることがななかかったのかもしれないです、ねうん、表に出づらかったかもしれないですね、うん、今よりもそう今に始まった問題ってわけではなくて、うん、まあ知ってしまったからには何かをしなければならないっていうところに、ねかもしね、知ってしまったからには、ねね、見過ごすことがなかなかできないですよねうですね。 あのー、皆さんのねいろんなご意見感想もねこういうところに本当に貴重なものとしていただいておりますはいのであのー、もうなんかエスパーマミの話でなんかチャット欄が盛り上がってる感じするけどまあいいや <laughs> はいあのねぜひあの来週もお聴きくださいな、うん、はい来週木曜日何か告知ありますかお楽しみ そうですね,ですね清水イアンさんという環境アクティビティストの方がそう,そうだあれ二木さんともねちょっとおつながりがあるんですよねイアンと私はあの長く細い関係が続いておりまして、はい、ちょっとねあの過去に私が少しボランティア、えー、しようかなって思ってたところを団体で、はい、会いまして、はい、であの一度自転車で代々木上原辺りを走ってたらあのその日の夜あのメッセージが来てイアンから。 あのニキ、きょう代々木あたり自転車で走ってた、なんかニキって言ったけど聞こえなかったみたい、<laughs> かわいいですね、はい、そういうあの中でございますので <laughs>、はい、その清水イアンさんが来週木曜日、ご登場しまして、はい、まあ環境アクティビストとして、ねはい、活躍されている方ですけれど、いろんな話をどういう環境と、ね、教育に。ついてもねなんか 子もるうですね、はい、6月はね、はい、環境月間でもありますのでそうですまだギリギリ間に合うはい6月最後ということもありますて、はい、ということで環境アクティビストの清水イアンさん来週お迎えします、えー、そして明日は金曜明日のカレッジで、えー、映画監督の早川千恵さんをお迎えしますこの「プラン7 5っていう映画もねすごく面白そう面白そうっていうかあのなんか まあね、これからの日本社会を何かこう示唆してるのかわからないけれど完全にフィクションファンタジーとは言えないようなそんな内容ですね。ぜひ、ね、気になる方は明日の,明日のカレッジを <laughs> 聞いて たたたままままにっちゃうううんんんだよな,な,んかなんかいやと思いいいですですあれなんかフローがフローが崩れた、はい、ありがとうございますそれでは皆さん、ま、た来週お会いしましょうどうぞねあの梅雨明けっていうか,そのなんかめちゃくちゃ暑くなるそうですけれど気をつけてお過ごしください。ま、はいね、またたねババイバイありがとうございし